バレーボール日本代表のキャプテンの小笠里奈選手28が16日引退会見を開き今後の活動について話しましたパリオリンピック開幕前の7月9日に自身のインスタグラムで現役引退を発表した小賀選手8月3日のパリオリンピック予選リーグのケニア戦の勝利をもって引退となりました今後について聞かれた古賀選手は 全くの未定だが少しでもこれまでやってきたバレーボールに携わっていけたらいいなと思っていると答えました。今後叶えたい夢も、今後のことは未定だが、夫のお世話を頑張りたいなと夫で同じくバレーボール日本代表の西田祐二選手を支えることを話しました。さらに指導者になることやプライベートを含めた具体的な進路について聞かれるも、秘密ですねとにんまりし、それ以上口にしませんでした。 SNS では、最後の答えが、秘密ってのが、なんともコガちゃんらしくて笑った。コガちゃんの、秘密です可愛かった。笑顔で、秘密ですねって返すの最高すぎる。とコメントが寄せられました。